ていらっしゃいますか？このコスチュームと決め台詞、セーラー服で戦う美少女といえばもうお分かりですよね。そう、竹内直子さん原作の美少女戦士セーラームーン。主人公はごくごく普通の中学生、月のうさぎ。ドジで泣き虫な女の子が運命に導かれ、ある日突然セーラームーンに大変身。他の4人の仲間と力を合わせ悪の組織と戦うストーリーです。とはいえ、もちろん女の子のドラマですから、恋愛や友情もたっぷりと描かれています。1991年、講談社の仲良しでこの漫画の連載がスタートして以来、コミックス全18巻刊行。その売り上げは1200万部を記録。その後アニメ、ミュージカルなど10年を経過した現在もその人気は衰えることを知りません。また去年オープンしたインターネットによるセーラームーン公式ホームページでは、1日で9万件のアクセスを超えるなど、今もなお多くのファンが存在するんです。そしてこの度、そんなファンの方々の願いが届き、ついに実写化が決定。ここに美少女戦士セーラームーン実写版として再び皆さんの前に登場しようとしているんです。そこで今回は10月4日の放送スタートに向けて動き出したこの一大プロジェクトを密着取材。ドラマの撮影現場やセーラー戦士に選ばれた少女たちの素顔など、超お宝映像満載で皆さんにお届けしちゃいます。メイクアップ美少女戦士セーラームーン。美少女戦士セーラームーン実写版が本格的に始動したのは今年の6月。1週間にわたり行われたセーラー戦士オーディションには、なんと応募総数1152名。予想をはるかに上回る応募者数に選考作業は難航し、それは連日深夜にまで及んだのです。その結果、憧れのセーラー戦士に選ばれたのはセーラームーン役、沢井美優さん。仲のいい友達にセーラームーン覚えてるでしょって言って、私って何っぽいって聞いたら、みんなうさぎちゃんで答えたんですよ。あ、じゃあなおさらもううさぎちゃんになりきって頑張んなきゃって思いました。セーラーマーキュリー役、浜千咲さん。皆さんの足手まといにならないように頑張りたいと思います。よろしくお願いします。セーラーマーズ役、北川景子さん。今まで漫画とかアニメとかを見ていた日本中のセーラーマーズファンの皆様に喜んでいただけるような日の霊役を演じていきたいなって思ってます。セーラージュピター役、あざまみゆさん。不安がいっぱいなんですけど、いっぱい鍛えて頑張るので応援してください。セーラービーナス役、小松彩香さん。演技はあまり経験ないんですけど、一生懸命頑張りたいと思います。あと、たくさんの人に私たちを見てもらいたいです。合格直後のインタビューでは、まだまだ肩の力が抜けない5人の少女たち。今後セーラー選手として乗り越えなければならない大きな課題が待っていることなど、もちろん知る由もありませんでした。7月31日、この日横浜で美少女戦士セーラームーン実写版の制作発表会が開かれました。合格から1ヶ月、セーラー選手たちにとっては初めての一般へのお披露目です。会場は多くのマスコミ関係者で埋め尽くされました。控室を覗いてみると、そこでは今日披露する決めポーズの最終確認をする沢井さんの姿がありました。緊張もピークに達する彼女たち、果たしてうまくこのイベントを乗り切ることができるのでしょうか。さすがは運命で結ばれた5人。この1ヶ月で随分団結力はついたようです。さあ、いよいよ本番。その
後報道陣からの質問にもテキパキと答える5人。憧れだったあのセーラー戦士が今自分たち自身であることを少しずつ感じ始めているようです。およそ5時間にも及ぶ制作発表会も無事終了し、緊張の糸が切れたのか控室でほっと肩を撫で下ろす5人。もう大丈夫。同じサタッフの愛のみの。ところが、それもつかの間、ここで彼女たちに新たな指示が出されました。なんと事前に渡されていた台本で抜き打ちの演技テストをやるというのです。突然の出来事に5人もやはり不安が隠せない様子です。監督の前で見せる初めての演技、衣装から普段着に着替えを済ませ、5人とも早速台本を読み返します。これからやるのは第2話のワンシーン。ここではまだ沢井さんと浜さんしか登場しないため、他の3人は自分以外の役をやるようです。いいですか、やってみますか。よーい、はい。すごい、なるちゃん15位。たまたまだよ。たまたまでも乗りたいよ、私なんて。あー、またお母さんに怒られる。それよりまた1番だよ、ほらうちのクラスの天才。あー、水野さんか、すっごいよね。そりゃそうでしょ、1年の時からずっとだもん。勉強ばっかしてるし、ほんのわずかな時間で覚えたセリフとは思えないほど演技はスムーズに進みます。友達もいないし。ところがそれとは裏腹に、演技を見つめる監督の表情は徐々に厳しさを増していったのです。そこまで頭いいと別世界の。そして、はい、みんなそれぞれ課題があるよね。結構今は完成度低いです。そのウサギはウサギで、はい、まあ基本的なことはできるようだが、その上で積み上げるものがまだ全然ない。その基本ができれば OK かっていうとそうではない、はい、もっと上を狙いたいところですね、はい、それはまあみんなも同じなんですが、それぞれそのシーンの意味合い、そのシーンの意味合いというものをよく考えて台本を読んできてほしい、はい、台本の読みがまだまだ浅いね、はい、そのこのシーンは何を伝えてどういうふうに持っていけばいいシーンなのかっていうのを、とりあえず台本通り言ってみました、動いてみました、それじゃダメ、はい、もうちょっとそのシーンを撮るまでに自分の中に作り上げてきてほしい、はい、そっから現場が始まるので、はい、今まで見てきた漫画やアニメの再現ではなく、今度は自分なりのセーラー戦士を作り上げていく。彼女たちに与えられたそれぞれの役作りは思った以上に難しいようです。始まる前までにしっかり台本を何度も読み、できるだけ近いものをちゃんと自分で作ってて、もしそれが監督の理想じゃなくても、監督現場で監督に言われた通りにちゃんとすぐ体が追いつけばいいなって思ってます。頑張ります。頑張ります。ありがとうございました。クランクインまであとわずか。少しでもセーラー戦士に近づけるように5人とも頑張れ。8月11日、いよいよ待ちに待った美少女戦士セーラームーン実写版がクランクインしました。この日は気温33度、スタッフの額にもとめどなく汗が流れます。最初の撮影は主人公月のウサギとセーラー戦士を導く猫ルナとの出会いのシーン。ぬいぐるみのルナが空から落ちてきてウサギの頭に絡みつくという設定です。さあ、いよいよ沢井さんの初演技です。はい、なにこれ、見えない。はいはいはい、もう一回。ワンテイク目は残念ながら NG。 カメラにもっと顔を見せるように指示を受けます。これをちょっと見せる感じでな、こうやって。そしてテイク2。はい、カット。どうやらこれも NG のようです。はい、行き過ぎます。
低い、低い、はい、低くなりすぎ、もう一回、はい、テイク3、はい、カット、はい、はい、今一周回ってる、はい、はい、一周回ってるか、一周回ってください、はい、何度やってもうまくいかない自分に悔しさがこみ上げてきます。この後も何度も何度も監督の指導を受けながら沢井さんの演技は続きました。そして迎えたテイク7。何これ、ようやく監督の OK が出たようです。この暑さの中、長袖でしかもあんなに体を動かして、沢井さん大丈夫でしょうか。猫との難聴シーンが大変でした。初対面です。これから長い付き合いになるので。笑顔で答えてくれた沢井さん、まだまだ余裕がありそうですね。ところで皆さんも気になっているはずです。この撮影で登場したぬいぐるみの猫ルナですが、実はただのぬいぐるみではないんです。噂では動く、いやいや、これ以上は言えないんですが、そちらも10月4日スタートの本編の見どころです。どうぞお楽しみに。間違いないわ、見つけた。撮影初日、この日は他にもウサギが学校へ急ぐシーンなど体を張った演技が続きました。沢井くんはやっぱり根性ある人ですね。なんか少年座ってて、なかなかそこは素晴らしいと思う。あとウサギっていうキャラクターのつかみはもうちょっとまだ浅いような気がするんで、それは弾けっぷりなのか天真爛漫ぶりなのか、天真爛漫でいてバカじゃないっていうところがウサギだと思うんですよ。そこら辺をうまく掴んでほしいなと思う。撮影終了後の監督のありがたいアドバイス、沢井さんが演じるのは何て言ったって主人公セーラームーン月のウサギ。演技の道はそんなに甘くないですよね。さあ皆さん、突然ですがここで超お宝映像を大公開。本編ではなかなか詳しく見ることのできないウサギちゃんのお部屋をご紹介しちゃいます。実はこのお部屋にはある隠された秘密が。それはこのウサギの数。せっかくですので、この部屋の持ち主に数えていただきましょう。3匹、はい、行ってきてください。3匹、4匹、5匹、ゼルシー、あ、ゾウでした。これが19、びっくり、箱のテンション19、こうやってやって開けるピュン。33、34、35、36、それゾウギですか。ゾウギですよ、ほら。37、38、39、40、41、42、43、すごい、ウサギのピアス。43、ね、すごい、43匹でした。あ、はいはい、44匹。あ、自分を入れて、自分入れて、入れて、44匹でした。44匹のウサギがいます。はい、じゃああとは本編でどうぞウサギの部屋を堪能してくださいますませ。またのご来店をお待ちしてます。8月20日、この日は主人公月のウサギが通う学校の教室での撮影です。現場を覗いてみると、そこには第2話で登場する水野亜美役の浜さんの姿がありました。どうやら教室で楽しそうにお弁当のおかずを奪い合うウサギたちのシーンのようです。そんな中、一人寂しそうに見つめる浜さん、まだ出番ではなさそうですが、もう役作りに入っちゃってるんでしょうか。浜さんが演じる水野亜美は成績優秀の超天才少女。でもそのせいもあって近寄りがたく、本当の友達がなかなかできないという役どころです。もう寂しそうだね。寂しそうです、寂しいです、お腹減りました。
ようやく素顔を見せてくれたハマさん。なんだ、役作りをしていたんじゃなかったんだ。でも自分の登場シーンでは打って変わって真剣な眼差し。普段の何気ない仕草まで後にセーラーマーキュリーとなる水野亜美に近づいているのは気のせいではないようです。10月4日の放送スタートに向けて撮影はまだまだ続きます。今回お邪魔した撮影現場は草木が覆い茂る山の中。撮影が行われているのはこの奥らしいのですが、一体何の撮影なのでしょうか。もちろんこれはセットではなく本物の洞窟です。奥から監督の声が聞こえてきました。そしてそこには何やら怪しげなコスチュームに身を包んだ女性の姿が。怪しげな洞窟の中での撮影。そう、ここは悪の軍団ダークキングダムの本拠地だったのです。そしてセーラー戦士たちの宿敵であり悪の組織の女王でもあるクイーンベリル役は皆さんよくご存知のあの人が演じるようです。皆さんこんにちは、クイーンベリル役の杉本彩です。今回平和を乱す邪悪な組織の女ボス役ということですごく力が入ってます。可愛いセーラー戦士たちを徹底的にいじめたいと思います。まあ、クイーンということでね、昔からクイーンと呼ばれる機会が多かったので今回もとっても気持ちよくやらせていただいております。いやー、杉本さんやる気満々。果たして5人のセーラー戦士たちは見事このクイーンベリルを打ち破ることができるのでしょうか。相手はかなり手強そうですよ。9月2日クランクインからおよそ1ヶ月、いよいよ第1話の撮影も大詰めを迎えようとしていました。この日は番組のオープニングの撮影ということもあり、久しぶりに5人の戦士が集まるというんです。少し照れくさそうに挨拶をしながら次々とおなじみの顔ぶれが東映の撮影所を訪れます。まず場所を移動して行われたのはとある神社での撮影。そこにいたのは日の霊役の北川さん。彼女が演じる日の霊は神社の巫女さんを務める霊感少女。運命に導かれ後に彼女もセーラーマーズへと覚醒します。さあ撮影開始。監督のスタートの合図とともに真剣に役の中に入る北川さん。彼女の中でも日の霊という役どころが徐々に作り上げられてきているようです。撮影終了後、何やら境内で手を合わせる北川さん。何をお祈りしてるんでしょうか。マーズがうまくいくようにです。大丈夫、努力家の北川さんの願いならきっと神様も叶えてくれるに違いありません。続いて広大な敷地の公園で行われたセーラージュピター木野誠役のあざなさんの撮影現場。ん、どうやらグローブを片手にキャッチボールをしているようですね。そう、あざなさんが扮する木野誠といえば気は優しくて力持ち、スポーツ万能少女なんです。さて、あざまさん自身はどうなんでしょうか。なんか演技でその男っぽくとかは頑張ればできると思うんですけど、その運動神経の良さを出すっていうのは悪い人だと難しいじゃないですか。あざまさん、そんなに謙遜しなくてもいいですよ。キャッチボール姿十分決まってました。そして今多くのファンの声援を浴びて車から降りてきたのはセーラーヴィーナス愛の港役の小松さん。実は彼女本編の中では超人気アイドルなんです。噂によると小松さんの役どころには数々の秘密が隠されているそうです。出来上がったそれぞれのオープニングの映像を含め皆さん楽しみに待っていてくださいね。さて、この日撮影隊はまた東映の東京撮影所へと戻ってきました。これから5人の戦士のある特別な撮影を行うそうです。その特別な撮影とは一体。スタジオの各所では5人の戦士たちが様々なポーズの確認をしています。そう、何を隠そう、これから皆さんも一番気になっているセーラー戦士たちの変身シーンと
必殺技の撮影が行われようとしているんです。実はこの撮影を誰よりも心待ちにしていたのはセーラームーン役の沢井さん。他の撮影現場でも合間を見つけては振り付けの先生の指導のもと努力を積み重ねてきたんです。で、チョーカーがついたからリボンがつく、リボンがつく、スカートが入った、ティアさあ、右足中心。さあ、いよいよ撮影が始まるようです。どんな変身になるのか楽しみですね。ところが、ここでなんと取材 NG。 私たちのカメラはスタジオの外にシャットアウトされてしまいました。このままではあの5人の少女たちがセーラー戦士に変わる瞬間を見ることができません。しかし無情にもスタジオは閉ざされたまま、ここで取材を断念する以外方法はありませんでした。でも皆さん、やっぱり見たいですよね。それでは最後に、そんな皆さんのご要望にお応えして極秘に入手したセーラームーンの変身シーンを今回特別にお見せしちゃいます。どうぞ。この他にも必殺技や他の4人の戦士たちの変身シーンなど、まだまだ楽しみな映像が盛りだくさんの美少女戦士セーラームーン。幼い頃から憧れてきたあのセーラー戦士、それが今現実となり、今度は彼女たち自身が夢や希望を与える存在となったのです。これから続く撮影でも数々の試練が彼女たちを待っているかもしれません。でも5人で力を合わせてきっと乗り切っていくことでしょう。だって彼女たちは選ばれた5人のセーラー戦士なんですから。皆さん、私たち5人セーラー戦士の活躍をどうぞお楽しみに。絶対絶対見てくださいね。ちゃんと見ないと月に変わってお仕置きよ。見てね。美少女戦士セーラームーンの新装版コミックスがついに登場しました。竹内先生が新たに書き下ろしたカバー、そして全ページにわたり加筆修正したこちらの1巻2巻をセットで50名の方にプレゼントします。どしどしご応募ください。